はい、おはようございます。朝さメンタルクリニックの院長、増田祐介です。毎日10分のショートレクチャーで、メンタルについて学びましょう。精神科医が心の病気を解説するチャンネルです。はい。え今日は、発達障害の中枢性結合の弱さというテーマでお話ししようと思います。うん、難しいね。なんかね、難しいテーマですけど、まあ、ちょっとお付き合いください。 えー、発達障害というのはどういう病気かというと、まあ、自閉スペクトラム症と、えー、注意欠如多動症の2つの病気でが、まあ、合わさったものなんですね。えーでえーまあ他にも学習障害とかあるんですけれども、まあ、主に、えー、自閉スペクトラム症とか注意欠如多動症というのが、えー、メインですでこの2つの病気はです、ね、別のものと思われているんだけれども、えー、合併することが多いよということですね。 で自閉スペクトラム症っていうのはあの、えー、こだわりが強いとか、えー、人空気が読みにくいとか、えー、相手の気持ちが分かりにくいとかあと感覚過敏があるとかそういうものですねで注意・血流多動症っていうのが、えー、不注意とか多動性とか、えー、衝動性があるっていうことなんですけれどまあ中枢性結合の弱さっていうとですね主に、まあ、自閉スペクトラム症のことの、まあ、自閉スペクトラム症の、まあ後で説明するんですけどあの 相手,の心を相手のことを心が分からないとか応用の利かなさとかを、まあ、中枢性結合の弱さっていうかいい形で言い,言い表すんですね、うん、だけど、まあえー、今回注意・血流・多動症ってもう加えたのは、まあ、注意・血流・多動症の人も、まあ、自閉スペクトラムのを合併するので、まあ、ややこしいので合わせちゃったという感じです、うん、なんかうまく説明できてるか分かんないですけど、えー、まあ えちょっと先に行きましょう。はい。はい。で、中枢性結合って何かっていうとですね、あの、別々の情報をまとめて応用が効く知識に変えるっていうことなんですね。例えばですね、犬、ワンちゃんですね。犬1、犬2、犬3と見ていくとですね、まあ、犬ってこんなもんだなっていう概念が出来上がるんですね、人間の中で。 で外普通はそれが、まあ、それを中枢性結合っていうんですけれど犬っていう概念ができることでこの個々の犬の特徴っていうのは忘れていくんですねあのもういっぱい覚えてる覚えてらんないですからだから中応用の,聞くの知識に切り替わるとここら辺の知識は抜けていくんですねでこういうのも出てもあこれもでこっからこう犬だなって判断したりとかあまた犬が出たなと判断したりして、まあ、ここのじ情報も忘れていくんですけれど えー、発達障害の人の場合はです、ねえー、主に自閉スペクトラム、えー、傾向の強い人の場合はここの犬とかのことを,です、ね、をこういう中枢性の効く、まあ、応用の効く概念に置き換わる前にこれだけを延々とこう機械のように覚えていけるんですよね。だから なのでテストとかめっちゃ得意だったりするんですよ。教科書をそのまま覚えてますみたいな感じでいい点取ったりすることもあるんだけれどもじゃあいざ作文を書くとかだと全然書けなくて応用問題とかができなかったりしたりしますね。だから単純な丸抜、えー、クイズとか、えー、歴史の年号を聞くとか人名を問われる問題に関してはすごく記憶力がいいんだけれども 応用するっていうのは結構苦手だったりするっていうのがまあ発達障害の人の特徴です。えー、っとで、えー、これが何が問題かというとですねまあ覚えきれないっていうのもあるしこういう何て言うのかな一個一個を覚えていかないといけないからこの脳がパンクしないようにその興味の幅が狭いっていうようなですねまあ理解をしちゃうことも可能だし えーまあ、可能というかそれは科学的根拠がある可能ではなくて僕らがですねあの受験勉強とかする時にそういう、えー、やり方も可能っていうことですね、うん、えー、っとでこれをもうちょっと言うとですね遂行機能障害も説明がつくんですねだから個別の案件っていうのは対応できるけれど応用は効かないで創造性が乏しいという感じですね 例えば、えーまあ、こう会話をしていけばですね職場で会話をするとかやっていけばプライベートでも、まあね、会話がうまくなっていくんですよねあこういうもんかと言って応用が利くんだけれどもこれが応用が利かないのでまた別のことをして始まっちゃうとだから、えー、いつまでたってもですね新しいことをやった時にはあの新人になっちゃうっていう問題がありますね なので、えー、応用が利かないまた同じこと言ってますけどというのがありますはいで中枢性結合の弱さっていうのはもう少し言うとですね自分が一つでではないいいとう感覚を持ちやすいですねだからえ昨日の今日自分と今日の自分って別人まあ別人といえば別人なわけですよ究極的に言ったらあの細胞も入れ替わってるし 何かは違うので <laughs>、まあ違うんだけど、でも、そんなこといちいち思わないじゃないですか。で、5年前の自分と今の自分っていうのは、まあ、あの、だいぶ記憶が入れ替わったりしているので <laughs>、細胞も入れ替わってるし、できることとできないことは結構変わってきたりもするので、違う人間っちゃ違う人間のように思えるんですけど、まあ、そんなこと思う人いないですよね。で、 だけどそこがねなかなか思えないし相手のこともよくわからないんですよねなぜかっていうと相手と自分は違うものだと思っちゃうからなんですよねでも相手だって自分と同じ人間だからまあこう思うだろうなというか,なんか自分がこうだったから相手もこう思うだろうなとかまあ自分ほどは相手はこう思わないから性格的に相手の場合は多分ちょっと違うからで前の 誰々さんととかの例とかこの人と前会った誰々さん似てるから同じようなこと言いそうだなとか思うんだけどそういう応用が利かないんで結局相手の心とか相手のことがよく分からんっていうことなんですね。であのとてもあの不安なところに生きているんですよねだからテレビとか同じ,テレビ同じ番組を繰り返し見るっていうのを好む人って結構いたりとか同じような番組を見るのを好む人って結構いるんですよ。 だけど、じゃあ、それをですね、劇場とかで見るとですね、全然落ち着かないんですね。だから、いつも見てる、テレビで見てる漫才師を生で見ると別のもんだと思っちゃうから楽しめないし、むしろ怖みたいな、全然面白くないみたいなことを言ったりしますね。アドリブなんかしようもんだったら、普通だったら、普通だとね、あのーき、好きなね、芸人さんが、劇場なら,でならではの応用、 アド,リブアドリブをしてくれるとすごい嬉しいわけですよ。テレビじゃ言えない話とかしてくれると、あれみたいな、楽しいみたいな思うんだけど、えー、発達障害の人はそうじゃなくて、むしろ不安になる。えーなん、何が起きてるのみたいな感じになっちゃって、えー、落ち着かないっていうのがあります。まあ、これはちょっと極端な言い,方言い方をしましたけれど、まあ、これの程度の差はあるんだけれども、そういうものがあるというふうに言われています。はい。 ええと、いうことですね。あの、まあ、今回は、あの、発達障害の話っていうことなんですけど、ちょっと、まあ、でかくするじゃないか。でかくするじゃないか。<laughs> まだちっちゃくしよう。<laughs> ええと、なんていうのかな。あの、ちょっとコラボ企画でもあったので、 一応先にこっちの、こっちでも動画撮っちゃったんですけれど、えー、まあ専門家の人向けにですね、少し、えわ、ー、かりにくい中枢性結合っていう話をですね、えー、撮ってみました。えと、ー、いうことかな。はい。なんか最後、ぐたっとしちゃ、ぐたっちゃいましたけれど、許してください。<laughs> えー、ということで、えー、以上でこの動画あります。えー、もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンを、チャンネル登録、あとェアの方よろしくお願いします。えー、また、 どうも。